白鳥くるみ先輩、優等生ばかりのこの学院で風紀を無視していたずらを仕掛けまくるトラブルメーカー。学院で関わると絶対にろくなことにならない人ナンバーワン。どうして私なんかを？とにかくやり過ごさないと。ごきげんよう。私先を急いでいますので、これで。たとえ逃げる時も廊下を走るのは高速違反。でも大丈夫、私早歩きは得意なのよね。どうしてついてくるのよ。っていうかくるみ先輩普通に走ってる。ココアちゃん、アビスメアのオープニングアクトとして出てたよね。ええ、まあそうですけど。私たちもアビスメアの挑戦状を受けることにしたんだ。だから仲良くしておきたいなと思って。はあ、そうですか。怪しい。あのくるみ先輩がそんな普通の話題で話しかけてくるはずない。一体狙いは何？くるみ先輩のことだからきっと油断させてからいたずらを仕掛けてくるはず。あ、まず自己紹介が先かな。私白鳥くるみ、リリカルリリってユニットをやってるよ。もちろん存じ上げてます。この学院にいて知らない人はいないでしょう。へっへっへー、そう言われると照れちゃうな。はい、握手しよう。来た。これは握手しようと手を伸ばしたところに蛇やら虫やらのおもちゃを出されるパターン。春日先輩がやられてるのを何度も見たわ。その手には乗らないんだから。そういえば妖馬学園との合同音楽祭が近いですね。あ、握手シュンとしてる。いや違う、これはきっといたずらへの布石よ。音楽祭ユニコードも出場するんだよね。そうそう、これ見て。カバンをゴソゴソしてる。さてはびっくり箱？これ合同音楽祭のチラシ、出来たてなんだって。一枚どうぞ。もしかしてチラシに触ったら電気ビリビリとか？どうも。見るだけで結構ですので。あれ、もしかしてココアちゃん、私がいたずら仕掛けるんじゃないかって警戒してる？まあはい、そうです。もう大事な後輩にそんなことしないよ。そうなんですか？そうだよ、誰でも構わずいたずらするわけじゃないんだよ。じゃあ本当にただ私と仲良くなりたくて？うん、春菜ちゃんからもココアちゃんは私と同じ匂いがするって言われたし、仲良くなれそうだなって思ったんだ。あ、ごめんなさい、私ったらとても失礼なことをしてしまって。私また先入観で人を判断しちゃった。ううん、これも日頃の行いのせいだよね。私が悪いから気にしないで。くるみ先輩がうるうるした目で私を見ている。急激に罪悪感が。あのくるみ先輩、私でよければその仲良くしてください。いいの？うわー、嬉しいな。はい、握手。はい。ん？な、何よこれ、スライム？へっへっへー。後輩にやらないんじゃなかったんですか？大事な後輩でも仲良しさんにはいたずらしたくなっちゃうよね。じゃあどうして私に？私たちさっき仲良くなったでしょ？へへへ。何ですかその理屈は。ああもう完全に騙された。僕の配信は宇宙一面白いよ。よかったらチャンネル登録よろしくね。
武士ロードゲーム。